始まりました、レオコンゼットのレディーステディーゴー。あ、ゴーだけしかやってくれないんですか。言ったじゃん、ここだけ。はい、バイク修二郎、バイク修二郎さんです。呼んでおります。大会ゲストです。どうも、おはようございます。よろしくお願いします。そんなぎこちない関係なの、ここは。いや、そんなことないですよね。舐められてる関係。 M と S のいい関係。あー、わかるわかる。第1回目のお悩み相談者はライターのバイク修二郎さん。最近お子さんが生まれたばかりの彼ですが、現行仕事が減って所得ダウン、子供のミルク代を補ってほしいそうです。ガチの悩みじゃん。そうだよ、ガチ深刻だよ、もう。そうだよ、負けらんないもん。現行の仕事が来ない。まあレオ君が足を引っ張んなければね。いや大丈夫、私は大丈夫です。これ息子の命かかってるから。かかってない。命ってヘビーです。それはまた重い、重いな。ヘビー。よし、行こう、行きましょう。じゃあ分担しましょう。私5000発、奥さん5000発、バイクさん1万発。まあそうだね。まずはレオ子、お目当てのフィーバー覇王伝ゼロの島へ。いいっすよ。住み変わった。人間柱時計が。友達がグニャグニャしてます。おー、来た、ヤクモロ。やっか、ヤクモロ来た。見つけた。おー、なんかひらめいたです。大前様、たどり着いたようです。レオコ、見事大当たりをゲット。おお、マジか。昇格までしましたよ。投資7000円で確変をゲットしたレオコ、この後の ST100 回転覇王への道に挑みます。まあ、よっぽどのことがない限りこの ST100 回抜けないと思うんで。 ST100 回転での連チャン率は 90% オーバー。気楽に消化するレオコでしたが、左打ち。レオコ、まさかのスルー。うーん、しょっぱい。笑うしかないっしょ。とりあえず1万で249回、ちょっと落ち気味でいいですけどね。これでも25個なんで、営業形態考えれば全然ボーダー超えてますし。私実は確変引いたんですけど、 ST 単発でスルーさせちゃいました。あー、頼むよ。いや、マジやったと思ったんですけど。出してもらうからね。いや、やだ、絶対やる。いいな。あれ、いいなじゃない、中吉のままなんだ。おし、やっと当たったぜ。ゼットン、見事大当たりゲット。これがパカパカしてるからスモールっぽいんだよな。ビッグじゃないと4ラウンドの上に電気サポがつかないんですよ。ほらね、出たよ。Z の大当たりは4ラウンド。わずかな出玉でも潜伏確変なら十分当たりは狙えますが、あっさり飲まれ追加投資へ。やめます。3500円を追加したところで大移動。エヴァかな。赤文字で、あれあれ、バイク見事大当たり。総投資1万8000円で待望の大当たりを獲得したバイク。しかし確変昇格ならず、単発で終了。おお、やったー。任しときなさい、任しときなさい。そういうことですよ。Z、まさかの確変ゲット。なかなかやりますな。よっしゃ、レオコ大当たりゲット。4ラウンドかもしれないですけど、確変なんで。これはマジかよ。レオ
箱の各辺は4連チャンで終了。15ラウンド1回のみで出玉は1箱半。しょっぱいな。頼むよ。そんななんかご本尊みたいな感じで拝まないでくださいよ。あ、レベル4じゃないですか。あ、ですよね。おお、美しい。お父さん頑張ってくださいね。お父さん頑張るよ。頼むよ、レオレオコン。いや頼むよと私が言いたいです。連チャンさせてくださいよ。美しいよ。サクッと確変をゲットしたバイクは7回の大当たりを獲得。ゼットンもバイクに負けじと大当たりを重ね、一気の10連チャン。時短を残し前半戦が終了となりました。レオコとゼットンのレディーステディーゴー。そこだけキレがありますね。いい響きだね。いい響きですね。こうっていうのは。しかし似合わんな。似合わないですか？何これ？見てもらってください本当に。どうですか？大木さんのサングラスと入れ替えてました。死ぬほど似合わんな。大木さんも似合わない。いや意外に意外に。俺眼鏡本当に似合う。ていうかミルク代とミルクが欲しい俺二人の。あの大丈夫ですか？大丈夫ですか？いや私いや。レオコは変身してないからミルク出ないし、俺もミルクチックなのか出るかもしれないけど飲めたもんじゃないと思うよ。まさかの次回予告。まさかの次回予告。またまた大当たりとなるのか。よし。ゼットン難なく大当たりゲット。ハマることなく大当たりを得たゼットンでしたが、ここは確変昇格ならず、100回転の時短へ。3枚目です。投資500円で槍が出現し、ストーリー系リーチへ。サクッと当ててしまうのか。当たりです。もうさスポーターばっかじゃないか。俺簡単だなパチンコって。バイク500円で確変ゲット。パチンコのチャンスは信じないですけど、このチャンスタイムはもうチャンスですね、間違いなく。ということで、またまたまた時短引き戻し。バイクの確変は4連チャンで終了。出玉は5000個といったところ。この日絶好調のゼットンはシューティングリーチでも大当たり。こんなんが当たりました。こんなんがびっくりした。マジで3連チャン目は全回転リーチ。もう私はここでしか生きられないの。私が消えても代わりはいるもん。違う、ハルノミを謝るしかいない。だからヒモ助ける。ご機嫌。楽しかったね、やっぱ純粋に楽しいわ。だってさっき休憩中にいやほんと楽しいね、楽しいねってしか言わないやつですもんね。パチンコ最高だねって言ってましたもんね。笑顔が絶えなかった。絶えなかった、超機嫌よかった。いつもニコニコしてるじゃないですか。笑顔いや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 、時像だよね。いやマジでありますよね。どうになってるよ。人殺すぞみたいな目の時やめますもんね。レイオコがまさに今日それだった。それでした。レイブ売ってる時は多分ね、細かい数字分かんないけど、はい、2万発目標に対して1万6000発から7000発の間のプラスに終わりました。ありがたい。目標は達成してないってことですか？してない。してない。私のせいですね、完全に。まあ、そうだよ。そうね。でも、でもいい、ありがたい。もうミルクが足りなくなったら、りょうくんは出してくれるか。出します、出します。新鮮、こっちの方がいいかもしれない。いやいや、それ奥さんに失礼。うちにもね、俺牛乳結構買うから。で、飲まないから。それも回してくれ。じゃあなんで買うんですか？結構切れてる牛乳があるから、商品がね持ってきますよ。いや、本当でも今日はいっぱい出してもらってくださってありがとうございました。本当早くよ、新鮮のためだったら。本当ありがとう。ちょっと私も働きます。一応、結果がないだけで働きましたから。感じ悪いね、俺ね。ありがとう、本当ありがとう。当たんなくてありがとう。角度が浅くないです。どうでもいいことって言っていい、はい、おっぱ大きくなった。なってないよし、取り直そう。
と宿り直すの意味が分かんないです。レディーステディーゴー。はい、始まりました。あなたのチェラス先生です。よろしくお願いします。それは基本からくり仕掛け、あなたのチェラスです。妹が欲しいです。今日はもう実践するできました。やめましょう、はい、いやじゃあこうしよう。私じゃ無理、そういうことじゃない。今日だけ頭が割れる。299とあとライトメダルがあるんですよね。まあ、でも1回当たるまでは打ってみたい。回転率を気にしながら打ち始めますが早いよ。おー、でもフラッシュしまった。サンスリーフラッシュ、ダイレクトリーチ、頼ます。うわー無理なんだこれ。ちょっとこれだけ打ったら、まあ、とりあえず隣打ちたいと思います。とりあえず回転率をチェックするために500円を投資しますが、バン、おお、ソスゾーン SOS だけどよし、これ熱いと多分時間予告的なやつですよね。6兄弟リーチ行くんちゃう。あ、来た、6兄弟来た。熱いこれやだ、物にしないと。来ますよ、ぐるんぐるん。なあ、ボーってな、だろう。これもらいましたね。お兄ちゃん頑張って頑張るよ。お兄ちゃん頑張って、一撃ドーン。お兄ちゃんかっこいい。お兄ちゃんかっこいいだろ。お兄ちゃんかっこいいだろ。レオコのお兄ちゃんやで。レオコの兄ちゃんはかっこいい。またユキリンを育てたいと思います。やっぱり趣旨間違ってますよね。勝負どころやん。うわクソが。こんな今スムーズにクソガっていう言葉が出てきたの俺人生でもそうないわ。めちゃ来とる、来まくっとる、すんごいアンコールしてる。エツだもん。ドラーン。はいね、史上最大級のチャンス。でレオコが5375個のマイナス、yes! Yes! だから、ね、3人合わせて500個ぐらいのプラスです。あ、プラスなんですね、うん、いつもどうなんですかこの人、この番組では。レオコはね、バチスロの時しか勝ったイメージがない。そう、あ、そう。嘘、あとね、この帽子をかぶったら勝率今でも 100% なんだけど。え、マジか。前回1回しかかぶってない。そうそう、あ頑張ったんですけどね、やっぱ耐えれませんでした。検討はしたものの、ここで持ち玉はつき大移動。向かった先はヤブレカブレです。なんと鉄拳デビルを選択。いや、滑ってこなかったんでチャンスですね。ジャックではないけど少なくとも強チャンス目とは呼びたくない。強チャンス目から鉄拳ゾーンを経由しジンとのバトルへ。あと2回出れば勝てますぐらいのもんです本当に。おお、一発で勝てた。何をやっておいでで、ま、ぐるぐる回るなら探したらここにたどり着きました。ユキリンと真珠4枚目もう当てがないんで全突破です。874枚なので予想通り2000の負け。まあパチンコで伸ばした時のままですね。このバスローはまあ洗い台打ったんですけど、まさかのチャラっていう。ギリギリで、あれ負けたけど復活。ここで本日4回目の大当たりをゲット。これは本当にラストチャンス。あれれ、
果はなんと20連チャンで終了。一撃2万5000発大勝利です。本当にお疲れ様でした。ともちん大好き。さあ、はい、僕5時に辞めたんですけども、はい、俺もね5時20分ぐらいに辞めたと思うんですよね。本当すいませんでした。ごめんなさい。 V 外してますよ、この人。 V 外して1回転して2、3回ぐらいしてますよ。いやいや、 V 外しとかしてないですから。じゃあなんでそんな時間かかったの。そうだよ。何発出たの。2万5000。出たはい、おかげさまで頑張りました。パスロ行ってこいだから、うん、パチンコで使った2000円、投資2000円分、うん、500発のマイナスなんで、うんうん、3人合わせて1万7000個ぐらい。おー、すげえ頑張ったじゃん。ほぼほぼ達成。マッサージしてあげます。ほら、お兄ちゃん、お兄ちゃん、ほら、あ、ほら、ゴロ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 って、俺が猫か。いやいや、なんでそこ、なんか元のローみたいなことやめてくださいよ。そうそう、攻めてものね、慰めに。だから言うことまでエロまでいましたけど、結局エロ君は妹が欲しいわけじゃなかったね。谷間が欲しかったね。おはようございます。おはようございます。それはですね、はい、今回は成増駅に来てるということで、それでは早速、はい、ゲストの方を呼んでみたいと思います。はい、脇総八さん、どうぞ。おはようございます。おはようございます。今日もニャンダフルな手のものを頂戴したいと。なんで仕方してんだよお前は。っていうね。やめろ、疲れない。疲れですよ。髪の目は赤いんだから。あ、疲れた。あれあれ、俺真ん中でいいの。ゲストですよね。ゲストらしいんでね。あれ、お名前はここに Z 大木さんって人いるんですけど。Z の直樹。出すぎじゃないでしょ。つまむな。つまむな。ね、どうするここ。ちょっと出てるよね。どうした。MC に対してのあれじゃない。揉むな揉むな。じゃんけんしよう。よし、負けた方が大木さん乗る。これ完全にやるか、お荷物か。行くで。最初はグー。じゃんけん。はい。ガイ。よかったな、最強のジョーカーを掴んだな。うわ、最悪だ、もうババ最悪だよ、最悪だよ。それでは早速、実践の方行ってみたいと思います。あ、ちょっと似てるね。本当本当いいよ。じゃあ体型に合わせたマックスね。ちょっと打っていいですか。レオコはアナザーゴッドハーデスから実践開始。総八さんは北斗の拳覇者から実践開始。変な形だな。揃えられなかった、ごめんなさい。そう来るとは思わなかった。思いがけないところからハーデス揃い。このチャンスを生かすことができるのか。やったね、オラ来た。あ、小林くん呼んでこようかな。奥さん呼んでこよう。あ、発展した。目撃すればいい。当たるよ、ほら。当たります。あ、ほんとだ、照射赤い。今、奥さんにすごい用事があったのに。なになに、ごめん、手が離せないわ。あれ、ロゴ落ちがない。ロゴ落ちがないけど。あー、ふん。あー、こんなタイミングで引くとは思わなかったですよ。ごめんね。じゃあ直樹下でヌルヌル遊んでるから。あ、じゃあそうします。直樹呼んできます。やったことないから。レオコはナオキックスを捕まえて他人任せ。まさかハーデスの 初打ちをこんな形で迎えるとは。いけますよ、お願い。どうなればいいのか本当に分かんない。あー、バカ野郎バカ野郎バカ野郎。どうなればいいの。レバーの本当あの一生かかってる。何これ、逃げた方がいいの。バカー。何も揃わないよ。おえ、すごい、100ゲームも乗ってるじゃないですか。多分自分で回してもこうなったと思います。その通りだと思います。で、その後上乗せはなく、はい、おしまい。これ北斗が一撃2万発出る時のパターンだわ。多分ここに2万5000とか刻まれると思うの。こりゃダメだ、やめよう。総投資2万1000円、ゴッドは引けずじまい。ちょっとあっさり避けますからね。大木さん、お、どうしたの。すごいじゃないですか。いやいや、いつものことじゃん。
何言ってんの、どうしたんですか。見慣れた光景でしょ。え、見慣れた光景でしょこれ。いや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 、あいつが、あいつが足を引っ張ってるよ。いてて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 、あいつ私の足も引っ張ったんですらしいね。紫のラナイ、あれ私あの人知ってるよね。知ってます、知ってます。しれっと来てしれっと打ってるんですよ。誰がこんなこと貼ったの。首元に貼られてんの知ってる。長かった確変が終わる。惜しくも焦点まで一歩届かず。不動産以外でおろろろろろろ。マジか、すごいね。いやーまずい、これはまずいぞやっぱりな。復活はゴール素晴らしい。もういいや、ちょっとまあ当たり癖をつけようと思って、ね、当たり癖とか言わないから最終的にまあルパン、うん、いい塩梅のルパンをゲットできて。本当にいい塩梅。ルパンはどのぐらい売ってるの。しない2000円で45。2000円でわかるか。どんぐらいだろうね。3万5000発ぐらいだと思います。すごい、何年ぶりですか。何年ぶりではない、何年ぶりではないけどこの番組では半年ぶりぐらい。すごい、すごい。え、まだ5年中ですか。もちろん。いやもう惚れちゃう、もうどうしよう。どうよ直樹ちゃん。惚れてもいいけど乗ってはダメよ。では僭越ながらレディーステディーゴー。声でかいよ。俺の子のライブでもそんな出ないじゃないですか。もっと出してるよ。出してない、出してない。いやいい番組ですね。いやいい番組。二人近いから二人で乗れば後半。は？いや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 。バジリスクって打ったことないんですよね。ということで初打ちとなるバジリスクをチョイス。これもあれですね。ルパン系っていうか。あ、ありがたい、ありがたい、ありがたい。はい、後半戦一発目は収録。さっきインだったけど。お、ちょっと待って、今目が出ましたね、カットインが。瞳のカットイン、大チャンスって小冊子に書いてるんですけど、そんな空気ではないですよね。ない。あ、あ、役物完成した。これか、センスのマイリーチ。あの、期待度星2つって書いてるんですけど。なんだ。ヤコモノが完成して星2つのリーチに発展しました。押せ。当たったよ。謎すぎる。総投資31,500円、大当たりゲット。さあ100回転の電サポ突入なるか。なんか成功すりゃ100回つくってことでしょう。あ、失敗した。ああ、そうですか。ST 何回まで。100回まで。100回、この球じゃ回せないよ。マジかよ。おー出たー、初めて見た。サーチライト保留80%。わあ、初めて見た。わあ、藤子ゾーン。わあ、これだ。わあ、疑似さんいた。タイマーも出た。ここで落ちるのかね、ロゴが。いやー、でもストーリーじゃないのがちょっと怖いけど。ほい、あれ、どうなの、どうなの、どうなの、これ2人バージョンで赤カットインって行くでしょ。これだよ、 Z の名を借りたからにはルパンで打たなきゃね。9500円ルパンに。ナオキックス大当たりゲット。はい、あ、わかりました。はい、はい、今16箱だけ先に流してもらっております。16箱流して今発売です。もしかして、うわー、ばっかー。
どうしようどうしよう、もう俺仕方するからな。出玉に何？出玉に急にだったんですね。人のことはいいんだよ、人のことは。聞いたんじゃないの？394何パーあるんだっけあれ。こっち80%、そっち何パー？82%。おい。その頃レオ子は潜伏中に無事大当たりを引き4連チャンで終了。いくら使ってんの？5枚目です。わあ。ちょっと待って、熱そうじゃない？発動したよ。こっからさらに発展する？レインボー当たった。マジで。またも単発終了、展開負けが続く。総八さん怒り止まらず。ナオキックスと言います。大木総八での実戦は大勝利で終わった。2回に分けて流して両方で49,700だな。ナオキックスは最後まで北斗で粘るものの一発逆転の目は出なかった。さあれ、なんかしっくりきましたね。なぜか立ち位置が戻りましたよ。はい、31,500円 の、 あの回収5,500個なんで2500発も負けてない感じだ。そうなんです。うわ、っていうか後半始まってすぐ当たったってことは。そうですよ、だって私後半4回初当て引いてますもん、マックスで。それでこれだから相当下手くそですよ。いやいや、もっといるよ、もっとおります。まあでも最終的にそこはね、折半というかしてくれるんですよ、サダマプラス。お前とんでもない先輩になるぞ。乗り打ちってそういうもんですよ。俺多分相当言うぞ一生。いいですよ、ナオキックスがもうあの北海道帰るまでいつも言うぞ。いつか乗るんで、乗るっていうか。いやもう乗らないし、会わないし、共演しないから。いやもう出た、共演出てたよ。出た途中言いましたけど、はい、俺途中から春久堂と乗るって言ってるからね。あ、春久堂と乗るって言ってるから俺。ゲストが選べんでしょ、誰と乗るかは。いやそうですけど、いいんすか、本当に春久堂乗るんすか。うん、乗るって言って春久堂玉増やし出てるんだよ、ちゃんと。はいはいはい、やっぱ俺の目は確かかな。五車星山田春久堂言ってんのこの人。ってことで僕今回今春久堂なんで。いや俺ね、さっきまでシャレで言ってたけど今ガチで共演してる。申し訳ない。人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信。毎週月曜配信、ウイチと光の面白いテレビ。毎週月曜配信、デリンゲバ。毎週火曜配信、嵐と松本。毎週水曜配信、キャプテンタック。毎週木曜配信、魚拓アルセの土とすっぽんぽん。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらにオリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。